伊勢崎島水河町群馬県道295号、堺島村今泉線は、群馬県伊勢崎市堺島村から同志今泉町に、至る、一般県道である。伊勢崎市堺島村地区起点は、利根川に面した伊勢崎市堺島村地区である。途中、諸町2丁目中央交差点で現道と、国道354号及び国道462号の、 バイパス機能も担う振動に分かれる。原道は、諸町2丁目中央交差点から北上し、今泉1丁目交差点で西に進路を変更して、国道462号及び、群馬県道14号伊勢崎深谷線と重複して、終点の市役所東交差点に至る。全線4車線の振動は、諸大橋で広瀬川を越え、諸南部交差点で北に向きを変え、 やはり国道462号と重複して伊勢崎、大橋で再び、広瀬川を渡り、同じ市役所東交差点に至って終点となる。境島村地区は、利根川の度重なる氾濫によって南北に分断されており、かつては利根川南岸のあざ新地にある、群馬県道258号、中瀬牧祭線との交差点を起点とし、新地今泉線と称していた。 しかし、利根川を横断する区間には架橋されておらず、私船によって代替していた。2012年4月1日に、この島村都線を含む利根川を横断する区間が、県道としては廃止され、本路線の名称も堺島村今泉線に変更された。なお、島村都線は、伊勢崎市営に関されて残存している。かつては、 現道の終点は、新地今泉線という路線名であったにもかかわらず、東本町交差点であり、今泉一丁目交差点から国道462号との重複区間となっていた。2012年2月に終点が新道と同じ市役所、東交差点に改められた。ただし、この変更は、単独区間には影響がなかった。新道の諸町二丁目中央交差点。 諸南部交差点までの区間は前後で直通する、群馬県道18号伊勢崎本条線の振動や、伊勢崎市道と合わせ南部幹線と呼ばれる。将来は、高崎市から、大羅郡伊田倉町まで通ずる、東毛広域幹線道路の一部となる、原道振動。ありがとうございます。